首が思ったより詰まっとったよねこの服。でもなんか11月後半とは思えん寒さ、なんていうの、あったかさ。昼間とかさ別になんか今日とか上着いらんくらいやったし、なんかねあんまり、もうすぐで12月だとはあまり思えない気温ですね。最近ね本当にメールが送れんくて、もうちょっとムカつくぐらい送れんくて、そうなんか朝は送れるんよ、朝は一通目はなんか送れるんやけど普通に。でも多分サラだけじゃないっぽくて、そのちゃんと送れてない人がなんか、そう確認し、マネージャーさんとかに言って確認してもらったけど、なんか原因不明で、そう、で昨日とかはなんか下瀬美術館のメールももう10回ぐらい打って、もう10回ぐらい送って、でもなんか送っ、なんか送信打って送信ってやったら、なんかねいつもやったらプシュンって進んで確認画面が出てもう一回押したら届くんやけど、なんかその確認画面に行かんくて画面真っ白になってエラーになるみたいなのがめっちゃあって、でそうで昨日も本当は下瀬のやつも本当は画像2枚貼りたかったんやけど、なんか画像2枚貼ろうとしたら貼れんくて、やけん画像が重たいんかなと思って1枚にしたけど、1枚にしても変わらんくて、なんかもうねよくわからんのよね。そうでもなんか原因不明らしくて、でちょっともうさすがに10回以上メール送って書いたのに消えるっていうのが、もうコピペしてもさ、もう何回やってもならなくて、腹が立って、で、それをメールに、10回ぐらい書いたんだけど、みたいな。書いたんですけど、みたいな。どういうこと？何事？みたいな。めっちゃ書いたのに、みたいな。もう何回も送っとるのに、みたいなメール送ったら、それは普通に送れたのに送れんかった。止められた。それは普通に送れたんですけど、そう、画像も何もつけずに、そういうのだけにしたら送れたんよ。送信はできたんだけど、それはまあ違う問題で送れなかったんですけど、え、そうやけんね、でもさそれ送れんかったけんさ、普通にサラがメール送ってない人みたいじゃんと思って、何回も送ろうとしとるし、今日もお休みメールも写真2枚も貼って送ろうとしたのに送れんくて、1枚にしても送れんかって、でもそしたらシミサラから LINE 来た、サラも送れんって。なんか10時ぴったりに送ったら絶対送れんらしい。なんかサラはもう関係ないんよね。朝は送れるんやけど、なんなんやろ。ちょっとわからないんですよね。そう。え？届いたん？メール。え？届いとるやん。え？届いとるやん。え、届いとるじゃん。今気づいた。お休みメール届いとるやん。え、お休みメールも送った瞬間エラーって出て、はぁと思って、もういいと思って、なんなん届いとるやん。なんかもう本当にねよくわからんのよね。でも遅れとるメンバーは多分遅れとるし、ちょっとよくわからないんですよ。そう、遅れてないやつがいっぱいあるんよ。まあ OS メールは遅れてたみたいでよかったですよ。そう、なんか届く、なんかそう謎なんよね。エラーというか、なんというか、
カエルサンタさん、かわいいギフト。ターさん、リョウヘイさん、MJ さん、チュリさん、プーチンさん、20世紀ともちゃん、マサヒロさん、コウスケさん、小雪さん、サヤマッチさん、セリアさん、ジュー、シマンチュさん、バオバブさん、タクアンさん、トモユキさん、アダチさん、カリさん、ユキさん、ミツルンさん、アダチさん、トロフィー、ナカノンさん、ありがとうございます、ギフト。そう、一昨日送れんくて、昨日送り直したら送れんくて、みたいな、なんかもうね、本当にもう。でも、これからは、まあ、いっぱい送りたい内容のやつというか、まだ写真も整理できてないやつがいっぱいあるので、またそれは送りますが、ちょっとね、どうにかしてくれないと困りますね。どんどん、もう、送るの嫌になるけんさ、何回も同じ文章打って送れんのは、ちょっとさすがにね。そう、昨日おとといは家族旅行に行きました。家族旅行って言ってもね、お母さんと2人と犬と行きました。ちょっとリフレッシュそんなちょっとリフレッシュしに行きました。いっぱい写真撮って、その写真まだ全然整理できてないけん、また整理して送ります。そう、犬との別れが辛い犬との別れが辛い。癒しを感じてきました。そう、まだ全然インスタはね、追いついてない。そう、インスタはなんか毎日は載せたくないっていうなこだわりがあって、そう、それもあって、あとは最近のいろいろの写真があります。今日は須田キュンの収録してきました。明日はお話し会です。矢野さんのインスタに載ってました。矢野さんのインスタを見てください。サワも多分また載せるとは思うけど、リフレッシュしてきましたよ。自然を求め自然を求めていきました。これそう、でも別にその旅行に行っとったけんメール送ってない、まあ配信はそうなんやけどメール送ってないわけじゃなくて、メールはただただね送れなくてね。そう、
困ったもんですよ。そう、サラがちょっと電波悪そうな感じの自然におるけんメール送れんのかなとかって最初思ったけど、関係なかった。でも遅れとる人と遅れてない、まあね、一通は遅れとるけんいいんやけどさ、なんか遅れなくて困ったもんです。ね、アザージャケットもう届いとるらしいね。早すぎじゃない？なんかみんなさ、もう遅いのにも慣れとるっていうのもあってさ、早いよね。いいことだ。まあ発売日過ぎとるしね、まあ、早く届いてくれる分にはめちゃめちゃいいこと。アザージャケットありがとうございました。早いね。良きことです。見て、明日はお話し会です。あ、そうや、お話し会明日祝日なんだね。もう曜日会感覚がないもので、次回来てくれる方よろしくお願いします。明日秘密明日ね、まあ秘密という名のって感じ。秘密か。勤労感謝の日。2時間目からです。まあ受付時間は長いですが、1時間半なので、まあに余裕を持ってきてくれた方が嬉しいです。そう、なんか今回のお話し会は割となんか細かいことは決めないようにしたんですよ。そう、変に半年後の予定とか半年後の服装とかを変に決めてしまったら、その時になって嫌になる
なんかなんでこれにしてしまったやろってなるのが嫌で、その時自分が一番いいものを着ようと思いましてね、大雑把にしか決めてない。テンポ悪くないといいな。確かに前回めっちゃ悪かったよね。確かにね、悪い人多かった前回。でもいつも電波悪くない人たちも悪かったみたいやったけん、こっちの問題なんじゃないってちょっと思った記憶ある。竹まつるさん、ひーちゃん、たねすさん、モンブランさん、エリンちゃん、花ゆきさん、コートさん、あさちさん、いいね、ありがとうございます。そうね、明日もう2時間目からですね。今回割と日にちごとにスケジュールが割と一緒やけんいいかもね。かなり暖かい。まあね、でも帰りがね、寒いよね。夜はまあまあまあ寒いって寒いよね。まあでも話し会はオンラインは室内やけん、まあ。朝はゆっくり。でも。まあ多分3時間目とか4時間目からの人はゆっくりできると思うけど、2時間目まではまあやっぱ朝の準備、メイクなりなんなりがあるので、そんなゆっくりはできんけど、でも別にめっちゃ早起きってわけでもないって感じかも。まあ、それなりに。まあ人にもよるよね。準備の時間。オンライン当日に帰ったりはせんかな。オンラインはね、当日がいはないけど、他のメンバーの件持っとって押し増しならできるけど、買うってなったら無理かな。オンラインはちょっと髪の毛、髪型、まあ秘密ですね明日秘密かな。まあいつも秘密なんですけど、最近いろいろ髪型やっているよ。ああ、57分だ。58分だ。ランキングを読みたいと思います。48位奥行さん、24位まさひろさん、13位竹まつるさん、12位しまんちさん、11位えりんちゃん、10位 MJ さん、9位バーバブさん、8位さやまつさん、7位ひーちゃん、6位あだちさん、5位チョリさん、4位みつるんさん、3位セリアさん、2位やじうまさん、1位赤ヘルサントさん、ありがとうございました。短めの時間でしたがありがとうございました。明日お話し会2時間目からですね、よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。
また明日、また明日と言って時間はあるのね。はい、この後お風呂入って寝たいと思います。皆さんもお風呂に入って寝てください。バイバイ、グッバイ。歯磨きもね。